もう一度です。どうも、すべてハオです。マコです。おいでさまです。先生、バレーがしたいです。というわけで、最近ですね、ハイキューというアニメにね、ハマってるんですけども、そこで変人速攻っていうトスからスパイクのデルタ T がめちゃくちゃ微分可能に短いっていう、そういう技があるんですよね。まあそれを見てですね、今回ねやってみたいなと思ったのがですね、理系なら計算さえできれば未経験者でも変人速攻できる説。こちらね、シミュレーションしてまいりました。まずシャーブする人は時速 50km/h で60度の角度で 5m 離れたところにポーってやると、これいい感じに 0.7 秒後にセッターに、ね、到着します。で、セッターはですね、時速 40km で角度20度でライナー気味に射砲落としちゃいます。で、ここは距離 3m ぐらいで、そうするとですね 0.3 秒後ぐらいに、横 3m で高さが、大体 240cm のところ、ピーポーパーポー。編集からでお知らせだぞ。バレエ初心者すぎてネットの高さが完全に盲点で、高校バレエだと多分 2.4 メートルぐらいらしいけど、今回は適当にやってたので多分高さ2メートルぐらいだぞ。ご了承。つまり足すと 0.7 だと 0.3 で、これ1秒なんだね。上げてからここに来るまで。なるほど。で、つまりこの、まあ、日向翔陽はボールが上がったなっていう音を聞いた瞬間に秒速3メートルで走り出して 240センチまでジャンプしたらいい感じにスパイクできるんですよね。目つぶってるんです、これ。あ、これ目隠ししてます。あの、いろいろね、バレエ経験者の人がまあ目やりで変人速攻やってるんですけど、僕ら未経験者だけど目隠してやっちゃいます。これいかにこう計算が正しいかっていう、計算が全てだってことを今回ね、バレエ経験者の皆様に知っていただきたいなということで、今回ね、僕ら目隠しでやらせていただきます。ありがとうございます。腰が重みたい。はい、40キロでーす。はい、76キロ。あ、いい、40。いいよ。はい、32。はい、50キロでーす。はい、行きます。あ、0-4。マジで？やばい。あの、ローリーの話してる。計算と、あの、机上の空路の前にやってる。軌道修正、まあ、1秒でしょ、ここは。なるほど。ここ1秒で、時速40キロでしょ。1.4 で、ここに。Yeah.
なんかボールをチェコに感じる。結構これ、これなんか馬鳴ってると思ってるからね。あー、なるほど、確かに目外したら逆にめっちゃすごいんじゃないかっていう。そうそうそう。あの、よう頑張ってると思う。でも休んだ瞬間クソ痛くなってんけど腰後ろから打たれた今これが今年30の実力です。相手にぶつける気持ちでいこう。はいはい、いきます。1.4。忠実なオマージュです。さあ、行くぞ。てか、あれ空気抵抗どう？あの空調すごい気持ち。あそことか扇風機あるよ。そうそうそう、あれとか結構影響してる。左右にすごい触れちゃうんですよ。あー、左右にね。でも今日低気圧があって、ちょっとボールいつもよりでかいです。膨れてる。あー、なるほどね。ちょっと今日空気に行きに行く。はいはい、OK。 まあこんな感じで各自、まあ、あとは湿度だけちょっと注意して、はい、やっていこう。はい、ありがとうございます。よし、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 行きます。よーい、と、はい、あかん、あかん、足が動かへん、足が動かへん。違う。今の運動神経切れてた今。脳の信号がいかへんかった。おれおれおれあー、脳を信じよう。これはね、信じるっていうスポーツなんですよね。バカよ、お前を信じるぜ。いきます、せーの、理系速攻マイナステンポ、この位置、この合い、この角度、ドンプシャリ。
待って、もう一回目指して、もう一回目指して。おー女の子キャインって感じ。